プライベートで日本人の楽曲聴くことってありますか？全然ありますよ。そうっすね。誰が面白いですか？そうっすね、最近のでも僕は日本のそのトラップってなんか一括りしちゃうのもあれかもしれないですけど、そういう新しい音でやってる人たちはすごい面白いなと思います。プロデューサーもすげえユニークな人もなんかいるじゃないですか、いろいろ、はい、そうですね、聞いてて面白いです。みんななんか内容も全然違かったりとか、うんうんうん、そうですね。プロデューサーでユニークって思ってその考えた時パッと思い浮かぶ方ってどういう方がいらっしゃいますか？パッと誰だ、リル・ユキちゃん面白いですね身内ですけどこの間リル・ユキちゃんからこうデモのトラックを送ってもらったんですけど、はい、なんか一緒にやろうっていう話があって、その彼なんか多分昔からトラック何番っていうタイトルでつけてると思うんですけど、2000何百って書いてあって、うわみたいな一緒に遊んでた頃からずっと作ってて、もう2000何百個作ってるんだこの人みたいな衝撃を受けました